これが出発時の高度制限ですか。しばらくは2000フィートを維持することになるので、早く上がって早く加速したいところだけどね。まだ辛抱だな。速度も250ノット以下をキープしないといけないのがもどかしいですね。その代わり海が近くに綺麗に見えるから乗客的にはいいらしいけどね。これも一種の観光要素かもな。よし、巡航高度だね。やっとなので。もやはありますが、雲がほとんどないですね。おかげで下の景色もバッチリだね。予想通り順調に飛行できそうだな。さて、今回の解説パートですが、せっかくエアバス機に乗っているので、エアバスのプロテクション機能について話していきたいと思います。ああ、なんかおせっかいとかいろいろ言われてますよね。まあ実際はそうでもないんだけどな。プロテクション機能はボーイングのフライバイワイヤ機にも採用されてるしね。あれ？そうなんですか？まあ737だと NG まで運はほぼないけどな。さて、話を戻してエアバスにはいくつかの種類のプロテクション機能があるので、順番に説明していきたいと思います。まず一つ目は姿勢保護機能です。この姿勢保護機能は、飛行機が想定外のピッチ、バン規格にならないように動きを制限するモードです。ピッチ角は上側は30度、下側は15度に制限され、それ以上機種を上げ下げすることはできません。また、バン規格は最大67度に制限され、それ以上はスティックを操作してもバンクを取ることはできません。また、33度を超えるバン規格の場合は、スティックを中立位置に戻すと、自動的にバン規格が33度以下に戻ります。33度を超えるバンクを維持するには、スティックを倒し続けないといけないわけですね。その通りだね。これがまず一つ目の保護機能です。そして二つ目は、向かい格好です。これはアルファプロテクションと呼ばれる保護機能で、聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この保護機能は、機体が揚力を保てないような高い向かい格になった場合に機能します。そもそも向かい格というのは、簡単に言えば空気との相対的な角度差です。主翼が空気の流れに対して低い角度になりすぎると、翼に空気が張り付かなくなり、結果として失速状態に陥ります。この状態になるのを防ぐのが、向かい格好です。このモードに入ると、自動的に水力が最大になり、機種を下げる動作をします。水力を上げて大気速度を上げ、ピッチを下げることで、限界の角度になるのを防ぎ、失速を防ぎます。機種も自動で下げてくれるんですね。フライバイワイヤの強みでしょうか？まあフライバイワイヤじゃなくてもやろうと思えばできるだろうけどね。特に TGO 機なんかはステッププッシャーが昔からついてたもんな。話を戻して続いては深保護です。これは機体に一定以上の G がかかるのを防ぐ機能です。では一定以上の G がかかるのはどういう瞬間かと言いますと、旋回などの機体の姿勢が変わる時です。例えば急激な旋回、急激な姿勢変化などを起こそうとすると、主翼などの機体のパーツに一定以上の G がかかってしまうかもしれません。一定以上の G がかかると、パーツが損傷し、最悪の場合は墜落してしまいます。そのような事態にならないように防ぐのが、この深保護機能です。パイロットがもし、急激な G がかかるような操作をした場合、コンピューターが自動的に抑制し、緩やかな挙動になるように調整します。緩やかな挙動にすることでかかる G が抑えられ、保護機能として機能するわけですね。実際、その機能が働くような操縦をする人っているんでしょうか？ここにはいないと思うが、万が一の機能だからな。まあ保護機能は全部万が一に備えてるだけだからね。さて、最後は速度強化保護です。飛行機には、操縦の精度と、機体の安全性が担保できる最大速度が決まっており、これを VMO と呼びます。ただし、VMO はそれなりに安全マージンを取った上で決められている速度なので、強化したらすぐに危険、というわけではありません。ちなみに待機速度計の赤いバンドの部分は VMO です。安全マージンすら担保していない、それを超えたら機体が壊れる、あるいはフラッターが起きるなどの危険な速度はまた別で、これを VME と呼びます。先ほどの速度強化保護機能は、電車の VMO を基準として機能します。VMO を基準にすれば多少動作が遅れても安全だからなので、ではこの保護機能はどういう働きをするかと言いますと、自動的にピッチが上がります。ピッチを上げることで、抵抗が増えるので、速度が高度に変換され、待機速度が下がります。こうすることで、速度強化状態から抜け出すわけですね。ちなみに速度強化保護によるピッチアップのコマンドが実行中の場合は、パイロットは機種を下げることはできません。完全にコンピューターに主導権が移るんですね。まあそんな状態で機種を下げるのは自殺行為だからな。以上がエアバス機に搭載されている保護機能になります。結構いろいろありますね。どれも最近の機体だったら標準的になってる機能だけどな。技術と考え方の進歩だね。でもこれで解説終わりなんですか？まだ、かなり尺がありますよ。
まあそうなるだろうと思ってもう一つネタを用意してます。これ以上意味不明な解説を続けようというのか。このパートは削れないからね、仕方ないね。先ほどのプロセプションの解説で、パイロットとコンピューターの優先度についてもちょっとだけ触れましたが、レハオートパイロットに関してはどうなのかを軽くお話しします。今更感半端ないですね。まあ結論から先に言っちゃいますが、当たり前ではありますがパイロットの操作が優先されます。例えばオートパイロットがオンの時に、操縦桿を自分で操作すると、オートパイロットは自動的に解除されます。また、CWS と呼ばれる限定的なオートパイロットの機能に切り替わります。CWS はオートパイロットを限定的に有効化させるモードで、例えばピッチの制御をオートパイロットに任せながら手動で旋回したり、逆にオートパイロットに旋回を任せて自分でピッチを操作するといったこともできます。737についてるやつですね。そうだな。うまく使えば便利な機能なので、とまあこのように、ちゃんとパイロットが介入すれば自動的に切れるようになってます。余談ですが、今現在のオートパイロットはパイロットが自分でボタンを押して切っても、操縦桿を操作したりするなどして解除ボタン以外が原因で切れてしまった場合でも警報が鳴りますが、た昔くらい前の機体だと、解除ボタンを押した場合だけでは警報が鳴らない機体も存在していました。MD-80 シリーズなんかも初期の頃はオートパイロットの解除ボタンを押しても警報鳴らないしな。そうなんですか？秋田から新千歳に行った時もオートパイロットの警報鳴ってなかったでしょ。生まれてみれば。まあ解除の警告灯は点灯するけどな。もちろんボタン以外が原因で解除されちゃった場合は警報鳴るようになってるけどね。そんなところから、違いがすでに生まれてるんですね。まあ警報が鳴らなくて解除されたのに気づかないまま事故になったってケースもあった気がするしな。そのあたりの教訓からだろうね。オートパイロットの歴史も調べれば面白そうですね。最初は補助的な機能に過ぎなかったところから、今では上昇から着陸までオートパイロットでできるからね。ほんと凄まじいよな。それでは、短いですが今回はこのあたりで一旦切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。